また氷は、ある種の個体に圧力を加えると誘拐し、圧力を取り去ると再凍結する現象。マイケル・ファラデーにより発見された。また氷は、水のように凍ると膨張する性質を持つ物質で起きる。このような物質では、融点が外部圧力の増加とともに下がるからである。水の場合、融点は午前1時ごとに摂取0.0072度下がるため、 例えば摂氏温度の氷に500アトムを加えると誘拐する。また氷は、氷塊の周りを細いワイヤをくくり、ワイヤに重りを垂らす実験で観察できる。ワイヤの圧力によってその部分の氷が溶けるので、ワイヤがブロック全体を通り抜ける。一方で、ワイヤが通過した部分には圧力がかからなくなるため、溶けた氷は戻り、氷塊はワイヤが通り抜けた後も、 固体のままである。氷の誘拐曲線表面近くの氷の分子構造有点より、はるかに低い温度の普通の結晶質の氷の場合、表面近くの原子にリラクゼーションがある。有点近くの氷のシミュレーションにより、原子位置の対照的な緩みというよりは、表面層で著しい誘拐があることが示されている。核気共鳴により、 氷の表面の液体層の証拠が示されている。1998年、アストリッド・ダ・バン・シミットと、ハンス・ユルゲン・バットは、アフムを用いて、氷の上の液体のような層の厚さを引く、摂氏1度でおよそ32ナノメートル、摂氏10度でおよそ11ナノメートルと測定した。表面誘拐は、以下の事項で説明することができる。氷河はその仮面に、 十分な大きさの圧力をかけ氷の融点を下げることがある。氷河の底で氷が溶けることで高地から低地に移動することができる。空気の温度が水の凝固点を超えると低い標高で氷河の底から液体の水が流れることがある。アイススケートはまた氷の例として挙げられる。しかし必要な圧力はスケーターの体重よりもはるかに大きい。 さらに、また氷は、氷点下の温度で、アイススケートする方法を説明していない。雪玉の圧縮と作成は、古いテキストからの一つの例である。この場合も必要な圧力は、手で加えることができる圧力より、はるかに大きい。弾力があり、素水性であり、熱的に安定している、超固体スキンが、水と氷の両方を覆う。水と氷のスキンは、 同じ 3450cm-1 の HO 伸縮フォノンにより特徴づけられる。表情に液体が形成されることも氷層が水を覆うこともないが、超固体スキンは氷を滑りやすくし、水スキンを強くする。圧縮下の水素結合感は、圧縮により OH 非結合が短く硬くなり、同時に HO 共有結合が長くなり柔らかくなり、 負の圧力効果が逆に生じる。融点は共有結合の凝集エネルギーに比例する。それゆえ圧縮により融点が下がる。ありがとうございます。